あ、カデロフさんの話ね。カデロフさんはなぜなってるかというと、もともとね、カデロフとそのお父さんがパンロシアで、例えばカデロフさん自身も、いや、私は初めてロシア人を殺したのは16歳だったよっていうことも言ってたんですよ。第一次チェチェン戦争の時には、カデロフは100%反ロシア派で、実際にロシアとも、本人じゃなくて彼のお父さんとかお兄さんとか、ロシアと戦ってきました。ところがですね、当時のチェチェンの難しい状態だったのは、例えば一番有名なチェチェンのリーダー、ジョハル・ドダエフの場合は、彼が宗教に関してはあんまり積極的ではなかったんですね。彼はどちらかというと、我々はその宗教と国はちゃんと分離されている、その民主的な国家を作りましょうと言ってたけれども、でもやはり兵士の多くはめちゃくちゃもイスラム教の過激派で、いやいや、我々はその民主主義はそこらへん、我々はアラーの国を作るために戦ってるんだって、だから異端者を殺せとか、憲法の中には法律をコランに沿って作れとかみたいなことを言ってて、ちょっとその対立があったわけなんですよね。で、なかなかね、宗教的過激派をまとめるのはめちゃくちゃ難しいわけだから、で、今度はその内ゲバとかいろいろありまして、で、今度は、プーチン、まあ当時はエリツィンとかプーチンとか、まあそれね、世間の人一緒なんですよ。あれね、あんまり、まあ分ける人もいるけれども、結局はもうすべて同じ流れなんですよ。で、当時のロシア政府はカディロフに、あなたは寝返ったら、我々の味方になったら、我々はあなたをチェチェン共和国のもう絶対の指導者として認めますよって約束して、で、結局はその権力を得るためには、寝返っただけなんですよ。で、今はね、これね、チェチェン人がよく言うけど、一応ね、プーチンは実際にプーチンを支持するロシア人は山ほどいるんですよ。なんだけど、チェチェン共和国はやはり違って、例えばね、ウクライナ戦争が起きた時には、真っ先に海外の義勇兵は誰が来たかというと、チェチェン人なんですよ。で、いまだにその海外でも反カディロフのチェチェン人はめちゃくちゃいっぱいいるわけですし。チェチェン共和国の中でも多くの人は未だに武器を隠してて、もうタイミングを待ってるんですよ。でね、正式にチェチェン戦争が終わったのは2009年ですよ。つい最近の話なんですよね。で、でもこれね、実は終わってないんですよ。未だにただね、圧倒的なロシアの力によって一時的に鎮圧されただけであって、ロシア軍は引いたらすぐにまた新しい反乱が起きると思われます。だから、で、その場合にはもうカディロフはめちゃくちゃ人を殺してるんですよ。今、チェチェン共和国って、記者の不審死ではもうロシア一なんですよ。だから、もしね、万が一、カディロフの政権がなくなってしまったら、もう今度はね、そのカディロフ自身も、その取り巻きも、みんなは必ず一般市民から報復を食らう。